で、じゃあ、私の方からちょっとご報告申し上げますが、ご承知かもしれませんけど、ICC 国際刑事裁判所裁判官の補欠選挙への候補者の指名について、今朝の閣議で私発言いたしました。今年の11月に国際刑事裁判所裁判官補欠選挙が行われます。我が国はこの選挙の候補者といたしまして、我が国の人権人道問題の第一人者であります尾崎久仁子政策研究大学院大学の教授で外務省参与の方でありますが、この方を指名することとなりまして、本日の閣議でその旨私から説明をいたしました。今回の選挙は我が国初の ICC の裁判官となられました、皆さんもご承知の雑賀文子裁判官のご逝去などを受けて行われるものでありますが、我が国の出身者がこの ICC の裁判官として継続的に選出されることによって、我が国が重視をしております国際社会における法の支配の推進などにも寄与するものと考えています。尾崎久仁子候補の当選を目指しまして、政府一体となって選挙戦に取り組んでまいりたいと思っています。私の方からは以上です。ないですか。本日キャンベルアメリカの国務次官補が来日されて、はい、大臣もあれると思いますけれども、どのような話をされるおつもりかお聞かせください。今日これから確か局長とですかね、会談をするということになっておりますし、私のところにはお昼ごろ表敬という形でお見えになるということでありますので、お会いいたしますが、今のこういう国際情勢あるいは日本を取り巻く状況というものから見ましても、北朝鮮の問題やそれからアジア太平洋地域のいろんな情勢等について、意見交換をするということになろうかと思います。その前の局長との会談でどういう話になるか、まだ始まっていないんじゃないかと思いますが、幅広く意見交換といいますか、話をするということになりますが、大切なことは日米関係をこれをしっかりと強化をしていきましょうと、そういう話をすることになると思います。大臣、来週 ARF に出席されると思いますけれども、はい、北朝鮮問題や時代の出席になると思いますが、大臣はどのようなご主張をなさるのか。ARF では、もうすでに各国とも、この北朝鮮の問題については十分に認識をされておられると思いますし、国連での安保理の決議18745も採択をされて、今各国がそれをしっかりと実行するということが一番大事な段階でありますので、このことにつきましては、北朝鮮問題等につきましては、そこで決議で、決められたことを、しっかりと実行していきましょうという、そういう話に基本的にはなるんではないかと思っております。大臣、はい、よろしいですか。白樺のですね、東社会の発言の、その後の状況について、何かありますか。これは前回の記者会見でも私ご質問にお答えしたわけですけども、日本側から確認を北朝鮮に、北朝鮮じゃないですね、中国に行いましたところ、申し上げたとおり、中国側からこれは維持、管理などに関する作業であると、向こうの呼び方である春業ですね、この油のガス田の現状に実質的な変更はないと、そういう旨の説明があったわけでありますが、私たちとしては、引き続いてですね、重大な、懸念を表明したわけですけれども、重大な関心を持って注視をしていっているところであります。大臣、よろしいでしょうか。総理は21日にも衆院を解散するということをおっしゃっているわけですけれども、自民党内には両院議員総会を開くべきだという考えもあるんですが、大臣はその点についてどう考えるかということと、あと現時点で解散のですね、その閣議書への署名なんですけど、これは総理が決断すればされるということで、よろ
まあ、この間の都議会の議員の選挙の結果を受けて、反省しなければならない点があるのは当然のことだと思いますし、また今後の衆議院選挙に臨むにあたって各議員がいろいろな意見考え方を持っている、これも極めて当然のことであろうと思います。従いまして、これからの選挙を大切なことは一丸となって取り組むことですが、その前にそういう一連の地方選挙等の結果を踏まえた、まあ検証といいますか、何が問題であったのかとか、そういうことを意見交換をするということは大切で、それを次の衆議院選挙に生かしていくということが大事だと思いますから、そのための場を設けるということは、私はこれはあった方がいいと思っております。まあ、そこで総理からも、また総理のお考えというものも表明されるであろうと思いますし、私はそれを一つの、またスタート点としてですね、来るべき衆議院選に向けて一致結束していくと、そういう場に本来はすべきものであると思っております。今の、内外の状況ですね、景気の回復の状況、これからまさにさらに重要な時期でありますけれども、あるいは外交の問題、私の立場からすれば、北朝鮮の問題やですね、残念ながら貨物の検査法案が野党の皆さんの問責決議等によりまして衆議院段階で終わってしまったと、大変残念なことでありまして、国連の安保理決議の採択に先頭に立って働いてきた我が国が、この安保理決議のこれを実行するための北朝鮮の船舶の検査の法案が、これができなかったという、特措法ができなかったということは、私は本当に残念でなりません。本来ですと、これをいち早くこういうものを成立させて、我が国はそういう対応をちゃんとやっておりますということを海外にもちゃんとお示しすると同時に、皆さん方もしっかりやってくださいよと、北朝鮮の影響を一番受けやすい我が国としては、この法案というものは非常に重要でありましたので、極めて遺憾であります。インド洋の給油のことにつきましても、鳩山代表かどなたか存じませんが、法案には反対をされたわけですけど、そのような考えをまた変えられるようなことも報道で出てますけども、だったら最初からしっかり賛成をしてですね、国際社会の中でこれも安保理の決議に基づいて行っている活動でありますから、しっかりと国益というものを考えてですね、当時の議論、まあ、延長を行ってきたわけですけども、しっかりとやってですね、欲しかったと思います。まあ、今後どうされるのか、私は、まあ、私が意見述べる立場にありませんけども。解散の閣議書には署名はそれは私はいたします。はい、そういうことになればいたします。それに関連してですが、現代 の, この間の都議選の、まあ、自民党の敗北を受けてですね、まあ、今回 の, その両院議員総会の求める件もそうなんですけども、麻生さんではその衆院選戦えないんじゃないかという声がだいぶ党内に強まっているみたいですが、その件についてはどういかが思いますか。戦えないというのは、どういう考え方から戦えないのかですね、政策なのか、あるいは総理の個人的なことなのか、まあ、それはどういうふうにお考えなのか分かりませんけどね、人によって違うかもしれません。ですから、まあ、それについての、まあ、コメントとしてはですね、私はやはり開かれた自民党ですから、意見交換をしてですね、そして、風通しを良くして、とにかくこの重大な課題の多いときに政権を引き継いで維持していくということが国家国民のためになると、そういうふうに思ってますから、意見の違いはあってもですね、あまりごたごたするということは、これはかえって混乱をすることでありますし、そういうことによってますます与党に対する、与党といいます自民党に対する信頼も、国民の皆さんの信頼も、これも低下していくのではないかと思っておりまして、非常にそういう意味では、一日も早くですね、体制づくりをすることが大事だと思っています。
そういう意味ではその麻生総理のもとで結束してっていう。当然です、はい、我々今まで昨年の9月から麻生総理のもとで景気対策をはじめとしていろんな課題の解決に取り組んできましたし、成果も上げてきたわけですから、政策的に見ても何ら間違ったことはなかったわけですから、そういう意味で今後も政府与党、そして今の内閣が掲げている政策を実行していくために、麻生内閣、麻生総理総裁の下でですね、結束して戦うと、もうそれに尽きると思います。今その麻生内閣の支持率が低下したりとかですね、あるいは都議選惨敗したりとかって、その辺の原因については大臣どんなふうに思っていらっしゃいますか。いや、原因はいろいろ分析されるんじゃないかと思いますけども、まあ言われていることはですね、都議選については。言われていることはやはりいろんなごたごたが原因というか影響したということを都議会の先生方がおっしゃっているということが聞いておりますが、そういうこともあろうかなと、そういうふうに思います。それとすいません、ちょっと別件なんですが、今回の衆院選に絡んでですね、8月下旬に予定されていたとされる日中間の首脳会談がですね、延期になり、またその、今月予定されたの中国で の日中間外相会談もそれに付随して延期になるということですけれども、その他その WTO の会合とかですね、閣僚がその今回 の、衆院選に絡んで出席できなくなる、災害とかに出席できなくなる懸念も出てるんですが、そういったその外交の停滞を、についてはって私がすいません、多分経済官僚の方とかがですね、 WTO の会合ですから、 WTO についてですね、はい、そういうその外交の停滞を招くんじゃないかという指摘もあるんですけども、その辺についてはいかが。出席することによって外交の停滞欠席ですね、欠席出れない、欠席、ね、欠席です、はい、欠席。だから私の場合は外務大臣ですから、外交のある意味で責任者として、国内の政治状況がいろいろありますけれども、それはしっかりと職務をこれを遂行していくということが当然のことながら務めでありますから、来週出張させていただく、お許しいただければ出張させていただくというつもりでありますし、それぞれの閣僚も政府の閣僚としてですね、そのような国際会議本来ですと出席をするのは望ましいと思っておりますけれども、閣僚だけじゃなくてもちろん副大臣もおられますしですね、そこら辺は支障のないように考えながら対応していくと いうことだと思います。ご質問ございますか。はい、ありがとうございました。